じゃあ今夜もおつまみトーストを作っていきます。おや、菜箸がない。今夜使う パスタは7分茹でなので、いい感じに塩を溶かした鍋の中で6分間茹でていきます。パスタが茹で上がったらソース作りをしていきます。ナポリタンにならない程度のケチャップと、あと入れるのがチューブのやつだとなんかしょっぱい気がするので、自分ですりおろした、ニンニクのすりおろし、だいたいニンニク1個っていうか1かけ、それに本当はバターがいいんですけど、バターの味があんま好きじゃないっていう理由でマーガリン、これにあとブラックペッパーをゴリゴリやってちょっと少し刺激が足りないので七味を少しと、当たった。これを混ぜてソースにしていきます。マーガリンは溶ければそれでいいです。あまり強火でやってしまうと焦げついてしまうので気をつけてください。で、生のままだとなんだ、ニンニクが結構辛いんで、ニンニクはしっかり加熱するようにぐるぐる混ぜてあげてください。ニンニクの香りがしてきましたね。これだけだとちょっと物足りないので、だいたい小さじ1のワイン、白ワインを入れて香り付け、さらにソースを伸ばしていきます。しっかりアルコールを飛ばすようにしてください。フレッシュトマトでやった時はあんま美味しくなかったんですよね。調味料はいい感じに使い分けた方がいいかな。フレッシュでやればうまいパスタができるって思ってた俺に、ナポリタン用のケチャップを使って作ったパスタも美味しい場合があるよっていうのを教えてあげたいです。まあ手抜きいうところは手抜いて適当になるっていうのがポイントですね。ソースに一体感が出てきてツヤが出てきたら OK。ここに表記時間より1分短く茹でたパスタを入れます。よいしょっと、ちょっとテレビロリン。これを少し火を強くして全体に絡めていきます。で、絡めるときにちょっとオリーブオイルを少し足しましょう。味に深みが出る。これを全体的に軽く混ぜてあげれば完成です。ナポリタンにならない程度のケチャップを入れたはずですが、ナポリタンっぽくなっちゃいますね。まあ仕方ない、気持ちナポリタンって感じでいいよ。全体的にソースをパスタが吸えば OK。 こんなもんで大丈夫。あとはこいつを好きに盛り付けて、こんなもんかな。いつも通りブラックペッパーをガリガリやって、チーズを引くぐらい、かければ完成です。名前は、なんだろうな。何の名前にしよう。ナポリタンっぽいけどナポリタンじゃない、ガーリックめちゃくちゃ効いてるなんとかパスタ、いいの考えとこう。さあ、お味はいかがかな。ナポリタンっぽいけどガーリックの香りがすごいからな。いただきます。ベースはナポリタンなんですけど、ナポリタンほどトマト臭くないですし、ピリッとしたブラックペッパーやニンニクの香りや味がめちゃくちゃ映えて美味しいですね。
白ワインより赤ワインの方が合うかもしれません。よかったら皆さんも作ってみてね。バイバイ。